どうもたくあんボーイです。こんにちは、早速ですけども3日目です。やっていきたいと思います。非常に慣れてきましたね、慣れてきたのはここの最初の部分だけですけどね。実際これからね下地を作っていきたいと思います。ではやっていきたいと思います。こちら BB クリームです。はい、はい、続きましてゴンジーラーです。この色まだ使ってないので、これ使ってみます。あ、意外といいかもしれないな、この色の方が肌に合ってるわ。ちょっと茶色すぎたな、肌白いからね。ちょっとたくあんボーイの肌はいいんじゃないでしょうか。で、ファンデーションを塗っていきます。こちらです。勉強になるおすすめのなんか YouTuber さんとかあったら教えていただきたいですね。 OK、 ハイライト。OK、 そしてこちらアイライナーを描いていきます。ちょっとですね勉強したところがですね、このアイライナーなんですけども、ここのね黒目の上のあたりは少し厚く塗ることで黒目が大きく見えるそうですね。ちょっとやってみるんですけども、うまいこといかないですね。そもそもあの奥舞台なのでね、僕なんかうまいこといかないな。はい、 OK です。不思議な感じするね、内臓触られてる感じがする。はい、こんな感じですかね。 OK、 アイライナー終わりです。アイブロウ、アイブロウね、ちょっとね黒いやつを今度買ってきます。うん、これだとどうしてもねなんか茶色なので合わないんですよね、この感じに。はい、整えておきます。これでシュシュシュ、このトルネードポテトで整えるだけ整えといて終わりでいきます。はい、こんな感じですね。はい、なんかクマが目立ちますね、やっぱり。なんでだろう。で、最後にリップ、リップもちょっと買っておかないとですね、このこれだとちょっと赤すぎるので、もうちょいマットな暗い色を今度選んでいきます。はい、こんな感じですかね。まだ BTS にはなれないな、頑張ります。ということで今回は3日目でございますけども、何かがねちょっと惜しいなって感じですね。目元をもう少しうまくしたいですね。それとやっぱ眉毛のところを黒い眉毛にしたいので、そこと口紅ですね、やっぱり。それでは本日は終わりたいと思います。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。シェイシェイついでにこいだんす、よいしょ。